これ、デアゴスティーニちゃいますか。スカイライン JTR を作る作るってこと。これ実数だけ書いてあるわ。でかっ。ちょっと持って。これマジで出来上がったらどうする。事務所に飾るの。プレゼントじゃん。誰かいるかな。タランカって言うてやっといてないじゃんか。はい、タランともないよな。タランってないよ。GTR 着きました。あきちゃん大変。何このネジ、ネジ今のネジ1本は後の号ですよ。はい、なんでこれ予備で使ったらあかん。はい、リアコンビネーションランプ周りの完成です。着きました。デアゴスティーニ GTR 第3号作っていきたいと思います。はい、今日はどこかな。やっと3号やこっからね、追い上げていきますよ。マジ？だってやり方がほら、マジで？だいたいほら、うまくいかへんなって思ったら次の号で紹介されることになって気にしなくていいっていうことが分かってきましたから、今日はどこの部分でしょうか。こっち見たよ。後ろも見ちゃう。もうあのマガジンには触れないのね。見た。あ、すごいざっくりしてる。タイヤ部分1個、タイヤ1個です。マジか。ワンタイヤです。フォータイヤーズの中の1/4。ワンタイヤ、ワンタイヤ、はい、今日ワンタイヤ作ります。この間なんかホイールのこの中身はありましたよね。うん、これですよ。どうこれ、これがここに合わさってどこぞのタイヤに。あ、すごい重たいのこれ。そう、ホイール結構ちゃんとしてる、ずっしりしてるもんね。めっちゃ重いこれ、しっかりしてる。ここはね、説明しよう。うん、して。今日はエンジンロッカーカバー、タイヤを組み立てる。中やから見えへんとこえ、せやのに。ほら、むっちゃちゃんとしてる。エンジンロッカー組み立てよう。まずはエンジンロッカーカバーを組み立てましょう。はい、ホイール機で置いて、オイルフィラーキャップを取り付ける。オイルフィラーキャップ、オイルフィラーキャップで、オイルフィラーキャップ。ちょっと待って後ろの出てきたけど今日使わへんのちゃうかな。これあれまたちょっと次使うのやつちゃうな。絶対そう。ナンバープレートや。この間のやつちゃう、これ。あ、これいけます。これ、私ちょっとこのナンバープレート刺しますわ。この間の。前、後ろ？そうそうそう。後ろ。これ。ここに、これを、これマステいるんちゃう？マステいるんだ、そこにある。こういうふうに。これをまたバラバラに今回持っていくとこはまだ憎い、憎いですよね。デアゴスティーニ、大体やり方分かってる。デアゴスティーニ、あ、切らないといけない。切らないといけない。うん、あ、なるほど。あ、もう一個ない。今飛んだちょっと待って。これ危険やわ。もうない。あれへん。早速なくした。あ、マスキングテープで貼れって書いてあったわ。おい。いいよ、1個ぐらいいけるって。1個ぐらいいける。はい。このセリフこれからどんだけ出てくると思う。1個ぐらいいけるって。1個ぐらいいけるって。これ、どこにつけるの？ここにはめて、ちっちゃいやつ。あー、なるほど。1個ぐらいいけるやろ。あ、うん、いけるこれね、なんていうの、飾りの部分なので、最悪、爪楊枝爪楊枝を、銀色のあれで縫って、なんとかなるけど。刺して刺していってもこれ。刺していく。これぐらいのもんやねん。
これね、これ、うん、これそう、それ待って、これそれだこれできん。だって見て、このパーツよ。こんな三号にしてこんなちっちゃいパーツ出てきました。これさ、なくてもよくない？私もそう思う。あ、あ、待った。あ、出た。あ、あ。なんかもうちょっと細いピンセットがいるかもしれない。そうね。でも眼精疲労半端ない気がする。多分ね、痛みもちょっとない。誰かに面白い、大丈夫？やっと一個させた。あ、気持ちいい。あ、どう？サクって刺さったら気持ちいい。気持ちいい、いただきました。あー、なんか好きな人はこういうとこにハマっていくんかもな。気持ちよさ、うん、サクっていくね。 あ、ちょっとこっちを掴んできたかも。お、すいません。はい、はい、あ、あ、早くなってきた。ただですね、1個足りませんはい、気持ちいい。はい、あ、やる？うんなぜ断る今誰かこれ面白いですか？面白いよ、今もこれ見てるみんなにすごいまきちゃん応援してる。ありがとうよ。もうオリンピックぐらい応援してる。優勝できるかな、うん、マキコジャパンを応援しています。応援します。ダサいなんか名前ダサい。ちょっと一回見せてもらって、ちょっと体勢を立て直します。体勢を、おっと、ここで体勢を一度立て直すようですね、小野選手前回、前々回のこのここのこの経験を生かしつつの再度トライ。さあどうだ。あかん。あおっと、ちょっと力みました、力みました。私がちょっと今力みが入りましたねこのパワフルさが小野選手、力強さでもあり、ちょっと短所でもあるという。非常に繊細な。繊細な作業ですからね。パーツなんで。高い技術が求められます。さあ、どうだ。なんか、もう向きが変わったら終わんねんな。これ、早送りやめてな、ここ。あ、行きました。行きました素晴らしい。もう、疲れたよ。頑張れ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 。マキコジャパン、ダサいって。粘り強さが定評のマキコジャパンです。今の穴だけなんかちっちゃいねんな。ちょっとだけハマるかなあ。あ、それはないじゃん、うん、その角度がいい。もう嫌だ、もうやめたい。あ、頑張れ。ウェーン。ちょっとこれ明日でもいい。これやろうか、ここ一個やろうか。いや、これな。頑張る。頑張る。マキコジャパンがやりたい。イーちゃんがいいってなるのがもう分かってる。1秒でなると思う。やってみたい。いや、やってみたくない。やってみたいか。やってみたくない。早いって返事でもな、うん、イーちゃんのその明かり、うん、ナイス。ありがとうございます。ありがとうございます。それなかったらもうちょっと時間かかるかも。ありがとうございます。変え方を照らす期待にやるんです。一旦体勢整えよう。一旦整えよう。オリンピックだってよかった。大丈夫よ、今、大丈夫。ヒヤッとしてる見れあるから、大丈夫。ちょっとこのマステちょっと待って、これな、やっぱちょっともうちょっと穴を広げたい。これでこう、これでする。あ、これで行ける気がせんこともないこともない。どっち？せんこともないこともないってことは
なんや、1号2号めっちゃ順調に来てたのに。あ、いけたんちゃう？そっから9。いけたんちゃう？うわぁな、うん、うわぁだった今。なんか短くなってる、さっそこ。そこでたかな。そっとマネージャー。刺さらないちょっとさ、一旦さ、タイヤに行く？タイヤに行こう。ちょっとブレイクタイムしましょう。ね。タイヤを組み立てる、はい、ホイール、2号の、ホイールの、そうですよ、これですよ。幅の中央の溝に、これを差し込む。はい。差し込む。反対を差し込む。わ、タイヤ。ダヒーン。グリグリって。え？差し込んでいく。あ、ホイールの向きに注意。おい、やばいやばい。どっちが表か分かりますか？表側に、この子が。幅がひどい方が外側にする。あ、こっちが外ですね。こっちが、うん、こっち。そう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 。はい。そうやって。こう。はい、いけるっしょ。できた！待って今日はもうできたよ。お、めっちゃタイヤや。めっちゃタイヤやな。めっちゃタイヤやで、ほら。はい。どう？タイヤ。ちょっと雑や。雑や。めっちゃタイヤ。できました。できた。ゆみちゃんがタイヤ作りました。これだけが悔やまれる。ちょっと、ラストトライ。置いとこう、これちょっと今日はここまで。はい、無理だ、刺さらねえ。次号、次週に。はい、目いた。お疲れ様でした。一個だけ刺さらへんかったパーツがありますが、うん、上出来。3号、やるべきことはやりました。はい、やらせてくれ。お疲れ様でした。ありがとうございました。シャシャ。もう喋れてない。お疲れ様でした。はい。なんだそれ。こちら。なんだこれ。まきちゃん、またこれ小さいやつやわ。最初から。あがるバケット。ご覧取って。第2号で保管していたネジ。来た。ネジを。